セルゲイ・タルノフスキー、または、タルノースキーは、ロシア帝国出身のピアニスト、音楽教師である。キエフに生まれる。母親はイタリアに留学経験を持つ、声楽家で、父親は、法律家だった。しばしば音楽家が来訪する、家庭環境に育ち、おのずと早くに、ピアノに興味を寄せた。8歳で、ワルシャワ音楽院卒業生のヘンリク・ボビンスキの、指導を受ける。 19歳の時より、ペテルブルク音楽院で、アンナ・エシポワに指示。卒業時には、金メダルとアントン・ルュビンシティン賞を授与された。オデッサに教師として赴任するが、同地では、ワシーリー・サフォーノフの指揮するオーケストラと共演も、している。感銘を受けたサフォーノフの計らいで、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と3週間に、わたって共演し、 チャイコフスキーやラフマニノフの競争曲とアレンスキーの幻想曲を演奏した。その後はヨーロッパの諸都市で演奏旅行を行っている。ローマでラフマニノフのピアノ競争曲第1番 A 単調を演奏したところ、演奏終了後に聴衆に混じっていた小島ワーグナーから祝福を受けた。演奏旅行の合間にマリンスキー劇場でアルバート・コーツと共演している。 その後は、キエフ音楽院ピアノ科の教授に就任して、1914年から1919 19年まで、ブラジーミル・ホロビッツの教授となった。タルノフスキーのその他の門弟に、アレクサンドル・ユニンスキーや、ブラディ・ミル・ヤンポリスキー、アナトール・キタインらがいる。1928年に、アレクサンドル・グラズノフの幼女と結婚して、パリに移り、1930年に、 アメリカ合衆国に移住した。1933年より、シカゴのディポール大学付属音楽院の教員を務める傍ら、演奏家としても舞台に立ち、ナタン・ミルシテイニや、ウィリアム・プリム・ローズ、ラヤー・ガール・ブゾはマリア・クレンコらと共演した。クレンコとは、チャイコフスキーの歌曲をアルバムに録音している。文科生のマクシンマ・マトラビッシュと再婚して、 カリフォルニアに定住し、1940年代から没年まで引くてあまたのピアノ教師となった。南カリフォルニア時代のタルノフスキーは多くのピアニストを指導したが、中でもキューバ人のビルトオーソピアニストのオラシオ・グティエレスをホロビッツ以降に出会った最大のピアニストと呼んでいた。ありがとうございます。